バナティールクイズ、略してバナ Q。司会はですね、私ルパン小島で、お送りしたいと思います。それではですね、早速、時間もないんで、回答者の方を紹介していきたいと思います。まずは山本もなさんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。どうですか今回、ちょっと自信の方なんですけど、これどんなクイズなのかまだ全く聞いてないんですよね。まあ、まだ内緒なんですけど、一応意気込みだけをちょっととりあえず聞きたいなと。まあ大丈夫だと思います。大丈夫だと思います。伊達にあんなにしてないんで。そうですね、はい、あのバッティングセンターでだいぶかなり行ってきました。打ち込みしてきたんで、今日は大丈夫だと思います。復活したということで、はい、はい、それからよろしいですか。はい、はい、週刊フリーズ編集部、デデオさんです。デデオです。あのバラディルの方は、いやもうすごい配信っぷりですよ。今は何をやられてるんですか。ソニーからくり師です。どうですかからくり師最近。あのもうアルザミの街の中でいろいろ落としたりね、はい、もうすごい楽しいです。あ、そうですか。人が集まってきてもからくり師大人気。あ、なるほどね、からくり師の芸を見せてる、レベル上げは全然いってないですけど、行きましょうよ。まあそれも一つバラディルの楽しみ方なんで、はい、いいと思います。はい、そんなわけで早速、紹介します。頭同士くんです。ジョブチェンジしてね、モノちゃーん久しぶり、モノちゃーん。あの一応アオマ同士の格好をしてるんですけど、あの一応名前は赤間同士くんなんでちょっとややこしいんですけどね。はい、そんなわけで、こういったメンバーで、お送りしたいと思います。お絵かきクイズ。はい、このクイズはですね、こちらから出すお題を絵で描いてもらい、はい、一番上手い人にポイントが入るようになっております。その絵が上手い下手はルパンさんが決めるんですか。いや、ちゃんと、審査員の方を、ね、用意しておりますので、紹介いたしましょう。はい、バナディル通信といえばこの人、佐治紀行さんです。どうぞ。いやー、どうも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 、ね、佐治さんね、クイズ、クイズ、クイズですよ。またなんだろうな、どうすればいいかな。ゲームショーでもね、うん、FF ブースのやつだ、やってぶっちゃけパクってるんですよね。パクリはしてないけど、まあまあでも楽しいことはやっぱ取り込んでこうというか取り込む、そうそうそう、言葉が違うだけでね、追加してこう修正してくれるわけですよ、取り込んでね。なんかものすごく面白くしていこうと。厳しくね、厳しく見ていきますんで、厳しく見ていきます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ早速お絵かきクイズ、お絵かきクイズいきますよ。お題、お題第1問はこちら。獣人ヤグード。ヤグ、獣人ヤグード。え、ヤグを描けばいいんですか。そうです、あの獣人ヤグード皆さん知ってますよね。はい、いやもうね、バッチリでしょ。友達です。友達でしょ。友達、早速じゃあ獣人ヤグード、こちらの方、お描きください。お絵描きクイズのお題は獣人ヤグード。バナディールに詳しい人たちが回答者ですから、スラスラっと描いてしまうんじゃないでしょうか。ちなみに獣人ヤグードはこんな感じです。まあまあそんなの考え込まないでも、だいたいこう全てはね、サジさんのサジ加減のところがあるんですね。はい、俺気分によって変わりますから。はい、え、気分によって。はい、あと、まあ、できました。できましたか。はい、はい、それではね、早速発表していただきましょう。ルパンさん、はい、なんかこれついてるんですけど、これ何ですか。はい、それはですね、はい、今回のジャッジ、はい、そのついてる低周波治療器を使って行います、うん、お絵かきクイズの判定は低周波治療器でお知らせ。一番うまかった人以外の2名がビリビリとなっちゃいます。あたー痛がってるじゃないですか、まあ、痛がってるけど、まだこれ序の口です。全然余裕よ。序の口です。これまだ。本当は全てあのサジさんのサジ加減にかかってるところ。いきますよ。じゃあ一斉に。せーの、ドン。ドン。どうです。ヤク。ギャッギャ。火の突っ張りはいらんですよ。これはだからまあもうあのネタですよね。この人ですね。すごい。この人は獣人ヤグードですね。私すごいそっくりじゃないですか。結構だからちょっと俺この辺のね、白い毛を表現した。私これね、羽吹雪なの。羽吹雪が飛んでて、あとはこういう。ポッケはだってベルじゃないですか。なんですか。あったら便利じゃない。いやいや、あのね、つけちゃダメだからね、勝手に。はい、じゃあ、もうよしですね。
決まりました。決まりました。こいつとこいつはダメだなっていうやつにですね、一発いきますね。はい、なんかのっけとです。何も来てない人は優勝セーフ。はい、セーフです。じゃあ早速いきましょう。正解はこの方です。あーはい、あーすごい。腕曲がんないんだけど。もうじゃあどんどんリアクションで分かりますね。2回リアクションで分かりますね。やったー。この追いかけクイズは山本もらさん、もらジェスチャークイズ。これからですね、サジさんにあるジェスチャーをしてもらいます。それが、何か当ててください。バナディールに関するものですか？もちろんバナディールに関するものです。じゃあ早速サジさんジェスチャーをお願いします。ピッピッピあ、わかったわかった。最後のは最後の最後のなしです。最後のなしです。これなんかちょっと僕からの方もヒントは割と序盤で、そうだよね、砂丘とかで、砂丘あたりでよく見られるだよね。あ、分かった分かった、ね、最大の難関は2番目のジェスチャーですね。それもなんかあった。まあ、これ以上はもうノーヒントでいきましょうか。はい、じゃあもう早速、書いてください。なんか微妙なジェスチャーでしたが、それではここで視聴者の方だけに正解を教えちゃいます。正解はレッドロータスからセラフストライクで技連携し隔熱が発生でした。さあこの難問、回答者は答えることができるのでしょうか。分かんないんだけど。クイズだから、クイズなんだ。これでいい、これでいい、はい、うん、これでいい、はい、じゃあ早速、回答者の皆様、正解をどうぞ。はい、どうぞ。はい、はい、まず、一緒、一緒だ。デレオさんなんですか？あのファストブレード、レッドロータスで、はい、はい、妖怪ドロ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 。なるほど。でも私もそう思ったんだけど、はい、サジ君がやったのってあれ確熱じゃない？いや来たこれ。あ、はいはいはい、ね、マラちゃんすごいね。砂丘でねやるって言ったらね、まあ大体あれだね。問題はね、はい、彼なんですけど、はい、若松同士くん、なんて書いてあるんですか？スポーツチャンバー。あ、スポーツチャンバー一本勝利。正解。まあ、どこに行くんだ。若松同士くんだけの答えとしては正解。答えはどうしましょうか。これせっかくなんであのジェスチャーをやったサジさんの方からもう一回ジェスチャーをしてもらいつつ、ね、あの技名と、そうですね、何の連携かと。まず、うん、はい、1個目のこれはレッドロータス。レッドロータス、あー、はい、逆だ。レッドロータス次が分かんないじゃん。次がそうだから次が難しいって言ったでしょ、はい、うん、セラフストライクなんですね。それコンボでしょ、普通そこ。いや、コンボだとすぐ分かった。そんな連携見たことないから。まあまあまあ、続きを続きを。これだけじゃない。つまり最後は確率が出るわけですね。正解はレッドロータス、セラフストライク、確率の連携。連携でした。二人ともね、まあだからレタスと、レタスは入ってる。じゃあ、モナちゃんに似て。お、やった。あ、素晴らしい。出てよかった。イエーイ。誰にパスがある？え、はい。これは入れないだろう。ジェスチャークイズ2問目は回答者の方々に体を使ってお題を表現してもらいます。お題はこちら。エルバーンの女性限定でお願いします。ジェスチャークイズ、ジョイ、回答者の皆さんお答えください。はい、どうぞ。ちゃんは片手で、うん、片手でなんかこういうあんみたいな、あんみたいな、うん、3人バラバラのポーズになりましたが答えはこんな感じです。はい、わかった。喜んでるこれ。いやいやいや、喜んでないよ。喜んでるよ。見えたこと、
見たことないから、こんな人見たことないよ。いやいや、僕よくやりますよ。まあ片手ですよね。片手、うん、いいとこ気づいたね。あ、でも片手ってのがポイントとしては高いんじゃないですか、ね。あ、うん、じゃあまあこれはもうモナちゃんにいいんじゃない。続いて行われた FF11 常識クイズでもモナちゃんは大活躍。立て続けに正解してもはや独走状態。まあこのまま終わるとは思いませんがね。はい、そんなわけでね、山本モナさん独走体制、はい、うちですよね、はい、おなりましたよ。来ました、はい、ジャンピングクルーズ。まあもうね、もうこれですよね。あのクイズ番組といえば最後の、ね、最後の最終問題になります。はい、これちなみにあの最終問題は何ポイントぐらい入るんですか。これはですね、はい、FF11 にちなんで、はい、10点入ります。今まで何だったんですか。じゃあこれ正解すれば、はい、一発逆転ですよ。一発逆転ですね。常識問題ですから、今までのは見ても、はい、もうモナちゃん圧倒的有利ですよね。はい、じゃあよろしいですか。はい、ね、はい、読まさせていただきます。はい、はい、私ルパン小島の妹の名前は、わかるか、はい、カナディールでは常識です。かなりこれあの常識問題なんです。あんまり関係なくない。いやいやいや、全然問題じゃないじゃないです。ここはバナディール通信の編集長なんで深い関わりがあります。かなり深い。その妹さんですよ。こういうのね、うちに生えてた、木の名前、花が咲いて実がつくんですよ。はい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 、まあそれにちなんだ名前ですね。柿、はい、柿、まあ、すごいわ、すごい、はい、そんな感じで早速書いていただきましょう。大ヒントが出ました。はい、どうぞ。まあバナキューらしい問題ですが、やっぱり FF11 には関係ないですよね。ただし全員が間違えたらモナちゃんの優勝が決まります。答えの方を早速、出してください。どうぞ。どうぞ。おーおーっと、モナちゃんは柿、はい、どれか、うん、はい、デデオさんが、はい、京子ちゃん、はい、それからリョウちゃんがバイオイズと同じ京子ちゃん。なんで、アンズ？アンズ？さあ、ルパン、正解は、私の、ルパン小島の妹の名前は小島京子です。結果発表。結果の方が出たので、こちらの方を発表していきたいと思います。よろしいですか？はい、言いますよ。はい、山本モナさん、はい、6点。うわ、6点、はい、それからデデオさん、はい、総合ポイント13点。私から絶対もう、そして、問題児、赤間同士くん12点。すごい、一応優勝は、デデオさんに決定しました。ということで優勝はデデオさん、おめでとう。山本モナさんがですね、こちらをじーっと見てるわけですよ。まあでもこれはですね、一応あの番組の性質上、うん、負けは負けということで。おかしいでしょ。残念ながら、ね、はい、もうね、久しぶりにこう復活したと思ったらもうすぐ罰ゲームみたいなね。え、罰ゲームあるんですか。言っちゃった。やっぱりですね、あのバナディール通信の編集長の妹の名前を知ってないと、これはやっぱり生きていけないね。知るか、そんなもん。まあまあ、知りませんよ。とりあえず最近あのモナちゃんは、はい、あのいくらぐらい持ってるの、ギルトは。え？結構持ってる。いや、モナちゃん相当持ってるよ。持ってないですよ。ちなみにさ、はい、捨てられないアイテムとかあるか。あ、大事なね、もう今回ホントクラス取ったアイテムとか。あれ知ってる？ホント取るの大変だから。いや知ってるよ。ホント取るの大変なんだよ。かぶったりとか。かぶった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 かぶるのはいけるよね。いいよ、果物なのね。果物限定。うん、あ、まあ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 、じゃあそういうのをおいおいとね、
あの、ちょっと、うん、スタッフで考えて、まあ、かぶりながらね、はい、いろいろ切るとか。ちょっと待って、ね、本当にせっかくだってこの新春特別クイズをやったんだから、ちょっと待って、後で相談しよう、ね、まあ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 、相談しよう、まあ、まあ、行くからしましょう、はいはい、はい、はい、そんなわけで、バナジールクイズ、略してバナクイズでした。バイバイ。これでも面白いんじゃないか、また2回目あんの？2回目やろう、2回目もっとこう大きく